様、お疲れ様です。パーソナリティのさくらです。今回は、日本で当たり前のことをしたあるナイジェリア人。たった一つの行動で善意が広がった、をお送りいたします。ためになったと思った人は、チャンネル登録していただけると幸せです。落とし物。日本は、落とし物が、持ち主の元に戻る確率がとても高いです。財布は8割以上の確率で手元に戻るとされており、海外では考えられない状況だと言います。警視庁の発表によると、2018年に東京管内では証明書類約101万件の遺失物届が提出され、これに対して拾得届は約75万件であったそうです。数字の上では、身分証を落としても、4回に3回は戻ってくる計算になります。同様に、携帯は、およそ26万件中の 61%、財布は、40万件中 93% とされています。一方、海外ではどうなのでしょうか？アメリカのコンピューターサービス会社、モジーが、イギリス、ドイツ、フランス、アメリカ、アイルランドの5カ国を対象に行った落とし物に関する調査によると、1人当たり毎年平均 1.24 件の落とし物をする一方、半分が持ち主に戻ってくることが明らかになっています。このデータを見ても、日本は他国に比べると落とし物が戻ってくる確率が高いことがわかります。今回は落とし物についてのとても素敵なエピソードをご紹介していきます。一人のあるナイジェリア人が日本で見せた何気ない善意が国境を越えて大きな反響を呼び、母国で国民的英雄となり話題になっていました。池間ウェケさん。2013年から筑波大学で学んでいる38歳の留学生です。また、4人の子供を持つ父親でもあります。ナイジェリア出身の彼は、12歳の時に父親を亡くし、歴史や政治の勉強に興味があり、ゴミ拾いなどをして貯めたお金で、高校に進学し、その後、2年生の大学に進みましたが、学費が払えなくなり中退しました。それでも、将来は、大学の先生になりたいという夢が捨てきれず、教員や地元の新聞社のスタッフとして働きながら夢を持ち続けていました。そして、2013年、留学生の増加を掲げ、実施した奨学金に申し込み、彼は、茨城県の筑波大学に進学することができたのです。彼が現在研究しているテーマは、イスラム過激派、ボコハラム。どうすれば、世の中からテロを根絶することができるか、彼は、日々研究を続けています。昨年6月19日、池間さんはいつものように大学からバスで家に向かっていました。彼はバスを乗り換える途中に妻のアマラさんが大好きなケバブを買うことを思いつきます。ケバブ屋に向かう途中の階段で彼は道端に落ちている財布を見つけました。財布の中には1万円札が数枚、クレジットカードなどが入っていたそうです。彼は、財布の中を見て、これは大金だ。落とした人はきっと悲しんでいるんだろうな、と思い、所有者を探したけれど、見つかりませんでした。貧しい家庭に育ち、父から、誠実に生きろと教えられた池間さんは、財布を迷わず、交番に届けます。そして、財布を渡した警察官からは、放浪金の説明を受けました。日本の法律では、10% 報酬としてもらえるよ、と警察官は言いましたが、彼はいらないと答えます。3日後、警察から家に封書が届き、財布の持ち主が見つかったという連絡を受けます。池間さんは、持ち主から電話で感謝され、警察からも、感謝の手紙をもらったと言います。そして、彼は、この出来事を Facebook に投稿しました。すると、この投稿は拡散され、ナイジェリア大使館から、感
感謝の意を伝える書簡が届きました。ナイジェリアの大統領にも、この話が伝わります。誠実さや清廉さを、身をもって証明することが、ナイジェリア文化の象徴であることを示したイケンナさんに敬意を表します。ブハリ大統領は、このような声明を発表しました。イケンナさんが財布を拾った6月には、26人のナイジェリア人が、ネット詐欺の容疑などで他国で逮捕され、国のイメージが国際的に悪化していました。彼が Facebook に投稿した背景には、そのような理由があったそうです。ナイジェリア人は犯罪者ではない。私たちの国には約2億人の人々が暮らしています。たった26人のイメージだけで、2億人のことを決めつけないでほしい。彼が、Facebook 上に書いた文章です。また、大統領の声明を受けて誇らしくも思えたが、別の感情も抱いたと言います。私は、新型コロナウイルスのワクチンを発見したわけでもないし、何も特別なことはしていない。財布を交番に届けるという当たり前の行動をしただけで、有名になるなんておかしい。ナイジェリアの社会を変えていきたいと思いました。そして、彼は、ある財団を作ります。掃除当番など、日本の学校の素晴らしさ、日本で経験したことを、ナイジェリアの学校で教えるのが、財団の目的であります。財団を設立してすぐのこと、喜ばしいニュースが飛び込んできました。なんと、財布の落とし主が、お金を寄付したいと言ってきたそうです。幼い頃、とても貧しい家庭で育ち、裸足で学校に通っていたというイケンナさんの夢は、ナイジェリアの若者に、正直、誠実、他人を思いやる気持ちを広めたい。それでは、次に、この記事に対して、海外のネットユーザーから、様々なコメントが寄せられていましたので、一部紹介いたします。100万人に1人の逸材だわ。日本では当たり前のことだけどね。民間でも政治でも、リーダーたちの多くが、みんなのために行動してくれる世の中になればいいのに。もし、この人が、ナイジェリア警察に財布を届けたらどうなるか想像してみなよ。おそらく、どうやって賞金を山分けするかのやり取りを聞かされて、ショックを受けるだろうよ。ナイジェリア人すべてが詐欺師なわけじゃないんだよ。中には、良い人もいるんだよ。イケンナを称賛する。誠実さ、尊厳、行動力価値を守ってくれたことに、敬意を示すよ。ブハリ大統領には、絶対に理解できないものだ。彼の行動は、称えられるだけでなく、とても考えさせられるよ。なんで、俺たちには、誠実さが、これほど珍しいものになってるんだろうか。果たして、1980年代に、こんなことをして、国際的な注目を集めただろうか。誠実で、働き者のナイジェリア人は、海外に大勢いるはずだよ。一部の腐った孫たちが、俺たちのイメージを台無しにしてるけどね。彼が人生で成功することを願ってるよ。この名もなき人は、勲章に値してるよ。偽善的な政府からの賛辞だけじゃなく。ナイジェリアの政治家たちは、彼を見習って、国民から盗むのをやめてはどうか。泥棒の一人が、三人の妻のために、家を購入したと聞いたのだけど。彼は、尊厳のある真の男だ。ブハリ大統領は、彼と交代すればいいのに。素晴らしいね。ナイジェリア人は、どうか拾ったものを、警察ではなく、持ち主に返すようにしてほしいな。ラジオやテレビ局も安全だよ。警察署と違って巻き込まれる心配がないからね。日本では、当たり前のことをしたイケンナさんが、大統領にまで称賛される。しかし、イケンナさんは、このことに違和感を感じ、一歩踏み出す。とても素晴らしいお話でしたね。今後、日本のいいところを受け継いで、イケンナさんの夢が叶うよう願っています。
いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。